クリッパーオデッセイは、クリッパークルーズラインが運航していた、プレミアムクラスのクルーズ客船。1989年、当時世界最高のクルーズ客船と評価されていたキュナードライン、シー・ゴッテスをモデルに、日本港貫通製作所が建造し、昭和海運によって、オセアニックグレイスの船名で就航した、小型高級クルーズ客船である。 昭和海運参加のオセアニッククルーズにより運行され、当初は発展途上の日本のクルーズ市場を考慮した事業の成立のため自家用ヨットでのクルージングの代用を図る最高級レベルのヨット型客船クルーズを目指す形とし、海からのディスカバー・ジャパンをコンセプトに夏は日本近海と冬はサイパンなど南方の海域にてクルーズを実施。日本人が 海から日本を再発見できるよう浅い生水都市、陸岸近くを航行でき浅い水深の港に入港ができる最高の船内サービスと船客同士の親近感が持てる、要少人数の旅客定員とする、マリンレジャーを楽しめる、乗客スペースを十分に広く取るといった、線形コンセプトを設定。デザインは、ヨットデザインに造形の深いオランダのスタジオオオクトが担当し、外観は、 選手デッキに柔らかな丸みを持たせ、船体に丸窓を配し、レーダーマストやインマルサットのドームは強調された形状。カラーリングは、オフホワイトにナイトブルーのストライプを入れ優美な貴婦人をイメージし、ファンネルマークは優雅な海のイメージを女性に例えたものとした。サービス面では、東京パレスホテルが飲食を担当し、船尾のプラットフォームから出入りする形で、 ダイビングや水上スキーなど、マリンスポーツも提供された。しかしクルーズ旅行の早々期にあった日本では上質な、小型クルーズ船の需要が少なく、1997年6月1日に、日本から撤退、同年スパイスアイランドクルーズラインに売却され、船名は、オセアニックオデッセイに改められ、バリ島周辺でのクルーズに用いられた。その後1998年に、 クリッパークルーズラインが購入し、クリッパーオデッセイとなり、2007年には、インターナショナルシッピングパートナーに渡りチャーター利用を中心に世界各地に配線。2014年にシルバーシークルーズに渡り、シルバーディスカバラーとして運行され、探検型客船として当初運行されていた日本にも、寄港。2019年にクロワジアヨーロッパに移籍し、ラベルデオーシャンとして就航。 オセアニックグレイス時代全体配置は垂直方式とし、居室を選手部、皇室を船尾部に集め居室への騒音を軽減し、サービスフローの単純化を図った。またオープンデッキは、チーク材でまとめられた。シルバーディスカバラー時代、ありがとうございます。